シャドウフォックスの、うん、まあ原品なんで、今ちょっとこの頭の部分ね、これちょっと切り取りました。それでね、あと、今中心線を引きましたが、これはですね、頭の方はね、ちょうどこんな感じになりますんで、なんとなくね、こう耳のあったところと間のこの線ね、それからね、この辺、前足のちょっと後ろあたり、脇ですね、人間にいる脇のところ、腕の脇のところね、ここちょっとこう、ね、こう薄くなって、毛がまた、ね、ちょっとこう薄いと。このポイントに一つ印をつけて、反対側も一緒にね。で、今度はお腹のところの前足のちょっと前あたり、ここら辺もね、こうしているとちょっと薄くなるんですね、こういうふうに。パーンとこう、こういうふうに、こういうふうになれば、なんとなくこう、こうね、わーっと開いてるんだけども、ほんで、さっとこう、このポイントがここなんです。で、こう左右、それでですね、この左右の間に一つ印を入れますね。それからお尻はまあ大体こんな風になります。大体なんとなくこう毛の山の頂点みたいな、で、ここに印を入れます。で、前脇もこう前脇の間に印を入れると、大体このセンターといきます。で、これをストールにするんですけども、まあ随分この、ね、長さが長すぎるので、これを一旦縮めます。それをまたやりますのでね。この中心のとこね、ここ前足のところ、ここまあこんな風に鉛筆で、これ 5B ですね。まあ、こういう、ね。で、この辺をね、ちょっとこの線を。で、大体この間の中心に一つ線を。そして、お尻はですね、もうこれ以上のところは使えないよというところね、こういう感じがね、こんな風になるんで、これ以上は使ったらダメですよというところね、そういうふうに言いますね、これ。で、まあ、適度にね、これは6、10です。ここは6、10ね。こういう線をあらかじめ入れておきます。それではまたカットします。はい、それではね、カットしていきます。今包丁研いできました。わかります？わからない、真っ暗見えないね。ああ、これで見えるね。ピカッピカッと、こんな感じね、ピカピカに出てきました。はい、ここら辺来るとちょっと光、あ、まだ当たるか、あ、見えるか、どうです、見えますか？こんな感じでね、倍ほどあったんやけども、半分ぐらいになってますね。なんかちょっと文字も見えるんですけど、国が重なるって書いてある。どこのかよくわからない。それではですね、メーカーも知らないで作ってるんですが、カットしていきます。先ほども言いましたよね、これ長すぎるんでね、これ短くする。で、ちょっと短くしますね。買ってさあ、
サッカー部の、これも同じような感じなので、大体2センチぐらいかな。まあちょっと、でもあまり長いんでね、ちょっとたくさん入れないと、ちょっと2センチぐらいは私変わりもないかもしれないね。美味しいね、ちょっと意外と止まってる時は音しなくてね、踏んだらもうこう、それでこう離すと必ずここで止まる、この一番奥に、ね、入ったとこで止まるようになりますね。便利ですね、これ。それから全くね、音がしません。ブーンってね、言わないでしょ。それで、まあ、次はね、V になってますね、この反対側ね。ちょっとね、これ普通に縫うとね、まあ、これちょっとこうなんで、どうしても人間がこうですからね。ちょっと、こういう感じで、こう、頭に、入れながら、ね、ちょっとこう心持ちこう塗ってるかなという感じね。だったら分かるでしょ。こうちょっとこうちょっと向こうへ。入れた分ね、ここにやっぱりここへピュッと出ますね。で、次の段階のものをこうですね、またで、ここですね、だんだん重くなって、ね、縫いにくくなりますね。今度はね、
ちゃってるけどね。2.5 から3ちょいぐらい。3ったらちょっと大きい。2.5 ぐらいかな。これは、こちらが、先ほど言ったことで言えば、本当は、線がね、だんだんこう、この辺にちょっと見えますけど、まあ、同じぐらいにずれてるかどうかを、まあ、見るってことですね、これ。両方突っ込んでますね、こういうふうにね。で、この辺、この辺が、まあ、金、大体金とかね。カーブでやってますね。で、これを、た必要ないんですけど、バラバラしますね。
います。はい、これで型が見えました。これはね。基本的にね、こうちょっとこういうこれは一緒です。まあ慣れですね。これはね、もう高く外れないように縫うのはね、まあもう何年もやってるとこんな風になりますが、まあ初めての方はね、なかなかこれ難しいことをやっとるんじゃないかと思われるでしょうね。これだいたいミシンがね、ザッと、うちもう小学校の時に踏んだ時にね、もうすごいもうびっくりしてましたね。あんな感じでイメージがあるとなかなかミシンはね、とっつきにくいところありますね。こうやってね、畳みましたよ。でも今のはね、こうやって話は止まる、ついてますんでね、まあこういうのをつけとくと、まあそんなにだんだんコンピューターがね、ついていってね、ミシンもだいぶ良くなりましたけどね、この辺ですね、この辺なんだけどね、もうちょっとこっちか、この辺りかな、この辺り、これでね、いきます。もうね、毛がモコモコなんでね、ここへ持ってくるときにすごくこうやりにくいとこありますね。これこの辺ぐらいからもうさほどね、縫いにくくなくなるんだけど、まだこの毛が長いからね、髪を縫えば、だんだん同じぐらいですね、これね、ここでね、同じにいってますね、今のところ OK です。で、今度反対側の V の字の反対側ですね、これもね、なかなか
うん、もうちょっとです。でこんだけになりましたね。最後のちょっとの間でここですね。ちょっと気が抜けましたね。はい、なりました。はい、こんな風にね。ウイに入れ込みました。こんなになりましたね。はい、あとは水に濡らして針を入れ込みをします。おっとっとっと、それではですね、縫い上がりましたので、次は特殊な貿易を見つけます。特殊なね、この辺にしかない、この特殊な水を、水って言っちゃった、これね、特殊な水、水は特殊な水ね、この辺にしかない、そりゃそうですよね、その場所、その地域ではそれしかないからね。こうして特殊な水をつけると、だんだん皮が柔らかくなってきます。これ、ね、端のもつけていきましょう。だいたいこのぐらい感じでつけて、ね、もうこうなるとね、横に行っちゃうと、どんどんね、いくらでもこれまあ限度がありますけどね、で縦に押すとこの全然違うでしょ。今回はね、こういうの使いますんでね、ちょっと残しておきます。まあ、こうしていてもね、絶対元に戻っていきますんでね、とりあえず引っ張ってきます。ちょっとね、すぐ貼るとね、なんかベシャベシャなんでね、しばらくしてから貼ります。では、ここまでね。はい、それではですね、貼っていきますね。まずね、このお尻のここを止めますね。4つぐらい貼って、で、こちらね、これね、だいたい70ぐらいに貼っとけばいいんですけどね、75ぐらいになりますね。で、ちょっと横に貼って70ぐらいになるように貼ってみますね。これまあ限度ですね、これが限度で止めますね。で、
まっすぐ平行に左右対称位のをね目指していきますのでね、これちょっとゴムが切れちゃったね、しばらく打ってなかったので、こういうね、あの紐を貼っておきます。でまあお尻も必要、お尻が一番必要か、ここ大体真ん中辺ぐらい仮止めして、でこの線がここへ真ん中辺に止めますね、ここ真ん中で、お尻止めてしまいます。で、ここら辺もちょっとやめましょうか、ね、この辺もで、頭の方ですね、頭の方もまあこう平行に引っ張っていって、ここは問題やからね、で同じように引っ張っていきますよ、ちょっとね、微調整をこれからやりますね、さあちょっとこれがねそっち行っていたらちょっとここで引っ張っておきます。で、線に合うように、これで大体ぴったりですね、ちょっとこのぐらいでしょうかね、ちょっとこっちにもうちょっとかな、これでぴったり、まあこの辺多少はまあいいっすよ、じゃあこっち、もうちょっとこっち、これぐらいね、はい、これでね、はい、終わりました。乾くまで待ちましょう。はい、以上で今日はストールの、テープ入れをやります。で原理はね、最初こういうこれ半分なんですけども、これ今こう縦に切りました。ここへこういう、レザーテープですね、これをこう塗っていきます、それぞれ長さを多少変えてあります。でこのように入っていくわけです。これで塗ったものが、このようになります。こんな感じ でここはねちょっとカーブをつけますので、まだちょっとここ細工します。それでは今この時点までできました。はい、テープを塗っていきます。まあこちら側からね、説明はあれなんですけども、仕上がらなければなかなかその組み手はつかめないと思うんですけど、まずこ
ここだけちょっとね特殊でこんな風に開けておきます。全部縫わないでね。次の季節はねお待たせ関係ないので最後まで縫ってしまいます。
ました。で、ね、ここがねかなりねこうここがこういうカーブするんですか。今からねその細工をします。はい、一応終わりね。ここまでできましたけどね、パターンがこんな感じなんです。これでビタッと合えるんですけども、合えるんですけども、このところの細工がねちょっとこうこうしたいわけですけども、この毛皮がねちょっとこの幅に対して少ないんですよね。だからちょっとこれ切りました。向こうへちょっとずつ突っ込んでやります。まあね、ちょっとね特殊なビーズといや特殊ですねこれ、まあ、毛皮ねこういうとをねやりながらカーブとかね作っていきますのでね。まあ、いろいろなデザインができるわけですね。これね、こんなふうに切りました。4本とかね。はい、これを塗っていきます。ね、先ほど切ったものをね、このようにしてね。今度は、ね、特殊な気がしますよ。ずれると困るので、できるだけずれないように塗っていました。今度はもうずらしまくる、ずれる、ずれるというか、こうやる、
き上がるとね、芯の芯の歯車が噛まない。はい、曲がったの分かりますか？ここ曲がってるでしょ。カーブついたでしょ。ぐっとカーブになりましたね。それでね、あとはここをまた元にカーブ、ここをレシピで取り入れていきます。先ほど塗ったものを板に貼り付けました。こ
こんなふうにちょっともう一部こっち乾燥して、ね、外してますけどね、こんなふうにちょっと なんとなく意味が、カーブの意味とかね、テープの先の細さとか、まあいろいろこの工夫をしてやるわけですけどね、こんなふうに、ちょっとアップしてみますか、針のね、こういうふうにずっと針を打ち付けて、こんなふうに貼っていきます。で、まあね、かなり古い型紙になりますけども、これが裁断する型紙になります。こんなふうにね、まあ、型に合わせて